野毛山公園野毛山動物園横浜市立野毛山動物園は神奈川県横浜市西区を今津町の野毛山公園内に位置する横浜市立の動物園。旭区の子ども自然公園内に文園の牧ヶ原ちびっ子動物園がある。インドラアイオン、アミメキリン、チンパンジー、レッサーパンダ、フンボルトペンギンなど100種類以上、1000点以上の動物を用しており、 都心部の動物園としての飼育数はかなり充実している。さらに、室内温度を一定温に保った、爬虫類専用の展示館があり、ワニ類や陸亀の飼育保護は人気を博している。2003年、開園時より50年以上展示されていた、インドカルカッタ出身のアジアゾウが、老衰などにより死亡した。種のいなくなったゾウ舎は、しばらく放置された後に解体され、広場になった。 かつて、北極熊が飼育されていた白熊の家がある。北極熊は横浜動物園ズーラシアへ移管したため、開いた飼育者に実物大の熊の模型を展示し、飼育当時の状態をそのまま維持し、通常を見ることができない飼育者の内部を見られるようになっている。園内にかかる吊り橋風の歩道橋は、インダストリアルデザイナーである、リュウ・ソウリのデザイン。その他、標識。 看板類も柳のデザインしたものが用いられていた。ズーラシア開園以前はライオン、キリン、シロクマ、ゾウなど人気の高い動物を多数用しており、いないのはジャイアントパンダくらいなものと言われていた。その上入園料が無料なので、休日には大勢の観光客で賑わう一方、地元の子供が気軽に動物と触れ合える場所でもあった。しかし現在では、 多くの動物がズーラシアへ移されており、以前に比べると小規模なものとなっている。ただし、蒸気のように現在も100種以上の動物がいる上に、動物が減った分、飼育スペース自体が広がり、生活環境が良くなったと見られる動物もいる。レッサーパンダ横浜市動物園条例、指定管理者一覧前日の3月31日に1000人以上を招待して、開園式が行われている。 野毛山動物園今日から、店開き、神奈川新聞昭和26年4月1日付2面。ラクダの津軽さん、死して衰えぬ人気横浜、野毛山動物園の32年ぶり100万人達成も、現実味。産経新聞。 p3https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ141230スラッシュ prm1412300025-n3.html2019 年3月6日閲覧。野毛山動物園入場者32年ぶり100万人。突破地域一体の努力実る。産経新聞。 https://www.sankei.com/.region/.news/.150415/.rgn1504150058-n1.html2019 年3月6日閲覧 https://www.kq.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュリソースパストノズ pdf カンパニーニュース20182019125 hp 18229ts pdf ハト野毛山動物園4月1日に70周年開園感謝祭ヤフーニュース 2021年4月16日閲覧。アーカイブコピーウェイバックなン、ABCDEFGHIJKLMN 野毛山動物園五十周年誌年輪半世紀の奇跡マイナス横浜市緑政局2002年61ページ神奈川多彩多彩この人に聞く時代に合わせ挑戦続ける毎日新聞令和3年3月7日22面 ありがとうございます。